先月兵役に行った俳優のナムジュヒョク様、ディズニープラスで公開が予定されている新ドラマビジランテの撮影が終えてからの入隊となりました。そして先日ファンが楽しみにしているビジランテの公開時期が公式発表。本作は人気ウェブ漫画が原作で、幼い頃に母親を殴り殺されてしまった主人公のキムジヨンが軽い判決により出所した犯人を恨み続け、犯罪を繰り返している者をターゲットに復讐していく様を描くダークスリラー。公開は2023年下半期とのことで、今年中にはナムジュヒョク様の新たな姿を見ることができそうです。またナムジュヒョク様他、ユ・ジテ様、イ・チュニョク様、キム・ソジン様らが出演予定です。昨年公開されたドラマサウンドトラック、主演はパクヒョンシク様、ハンソヒ様で、幼馴染の男女の友情は成立するのかという短編ロマンスドラマでした。日本ではディズニープラスで配信中です。そんなサウンドトラックのシーズン2が制作されることが少し前に発表されており、キャストは誰になるのかと注目が集まっていましたが、先日ついに発表。シーズン2の主演を務めるのはエージェントなお仕事のノーサンヒョン様、そして愛とリトのクムセロク様に決定。誤解と嘘で長い恋愛を終えてしまった二人が再会し、恨みと未練のメロディーをときめきに変える現実共感ヒーリングロマンス、今年上半期に撮影開始予定です。タクボゴム様、アイユー様の共演で話題を集めている新ドラマ、お疲れ様でした。本作は、椿の花咲く頃の脚本家と、私のおじさんの監督がタッグを組んだ作品で、1950年代にチェジュで生まれた反抗者のエスンと、鉄のように頑固で真面目すぎるガンシクの冒険に満ちた生涯を四季で描くドラマです。そして先日、ネットフリックスで配信されることが発表されました。まだ制作段階のため、具体的な日程は決まっていないようですが、ネットフリックス配信は決定のよう、供給地域は世界中としているので、ネットフリジャパンでも配信される可能性が高そうです。偶然見つけた春のキム・ヘイユン様と、20世紀の君のピョン・ウソク様という新進気鋭の二人が共演するかもしれないと報道されています。タイトルは記憶を歩く時間、悲劇的に人生を終えたトップスター、リュ・ソンジェを生かすために、彼の熱心なファン、イムソルが時間を遡って2008年に戻って繰り広げられる過程を描いたドラマです。昨年放送されたドラマ2521のタイトルが元々あった楽曲から取ったように、本作も韓国のロックバンドネルの記憶を歩く時間から撮ったと見られています。この曲が発売されたのは2008年、そしてドラマの舞台も2008年なので、作中にも歌が登場するのではと予想されています。まだ検討中とのことですが、エモいドラマになりそうな予感、ぜひ実現してほしいです。海町ちゃちゃちゃなどのキム・ソノ様に関する新ドラマ報道がありました。タイトルはマンネイン。マンネインとは中国語でネットの中で生息する人々のことを指すそうです。女性主人公には最古だけど大丈夫などのパク・ギヨン様が検討中とのこと。本作は極端な選択をした妹の死を信じられない姉が該当事件を暴きながらミステリーな男に会って起きる話を描く作品です。OTT で公開予定の6部作ドラマ。こちらも実現することを期待します。